こんにちは。嬉野ホットステーションの時間です。今回はローマ法王への嬉野茶贈呈出発式の話題、嬉野市と株式会社マッチングエージェント連携協定締結式の話題、嬉野市立図書館から12月のイベントのお知らせなどをお届けします。それではどうぞ。11月12日火曜日、嬉野茶発祥の地でありキリシタンゆかりの地の不動山地区でローマ法王への嬉野茶贈呈出発式が行われ、茶業関係者や地元住民の方などが集まりました。今年で7回目となる嬉野茶の贈呈に対して、ローマ法王庁などからお礼の手紙が届いています。贈呈品は、蒸し製玉緑茶、釜入り茶、嬉野紅茶の嬉野茶セット、肥前吉田焼の急須と湯飲みセットです。これらの贈呈品は、江戸時代に煎茶を広めた梅佐王の茶道具の復刻品に収められました。出発。村上嬉野市長の合図で出発しました。贈呈品は近日中に東京のローマ法王庁大使館を通じてバチカン市国のローマ法王へ届けられます。もう現状を始めてから随分になりますけれどもですね、年々ですね、いろんな形でお礼状の中にもですね、非常に美味しかったというようなことでですね、評価もいただいておりますし、欧米圏でもですね、今やっぱりこう緑茶っていうのは一つのですね、嗜好品としてもですね、飲まれるようになったということでですね、しっかりですね、そういった緑茶のですね、もう飲んでもらうというようなですね、PR も続けていきたいなというふうに思っています。11月20日水曜日、嬉野市役所塩田庁舎で嬉野市と株式会社マッチングエージェントの連携協定締結式が行われました。株式会社マッチングエージェントは、男女が趣味を通じて出会うきっかけを提供するマッチングアプリカップル誕生を運営する東京のアプリケーション会社です。今回の協定は、嬉野市が発表したみんなの恋全力応援宣言、嬉しいがいっぱいある街にマッチングエージェントが賛同し、出会いの機会の創出や恋愛結婚支援を通じて若者の恋を全力応援し、将来的に嬉野市の定住人口の増加を目指すものです。若者を中心に累計500万人が利用しているというアプリ内で、市内外の利用者から嬉野の観光地などに関するアンケートを実施し、若者世代の需要を把握。その結果を踏まえ、まずは嬉野市を認識してもらうため、嬉野にアプリの利用者が来てもらうイベントなどを企画するほか、サイト内に嬉野に関するバナー広告の掲載やアンケート回答者のモニターツアーなども検討していく予定です。村上市長は、若者の声を市政に反映するためにも連携は有効、若い人にとって魅力あるまちづくりを進めたいと話しました。嬉野市立図書館から12月のイベントのお知らせです。嬉野図書館から冬のスペシャルお話し会のお知らせです。12月21日土曜日午後2時から嬉野図書館嬉野市文化センター2階でお話し会を行います。冬の時期にぴったりの大きな絵本のお話や工作をします。
対象は小さなお子様から保護者の方までです。参加してくれたお子様には小さなプレゼントもあります。ぜひお気軽にご参加ください。嬉野図書館より冬のスペシャルお話し会のお知らせでした。嬉野市塩田図書館よりお知らせです。12月22日日曜日午前10時30分より第31回響け言葉のコンサートを行います。場所は塩田津町並地区内にある旧下村家住宅です。絵本や紙芝居の読み聞かせのほか、バルーンアート作りも楽しめます。いつものお話し会と一味違う古民家での読み聞かせを楽しんでみませんか。たくさんのご来場お待ちしております。以上、嬉野市立図書館から12月のイベントをお知らせしました。お待ちしてます。嬉野市文化振興事業実行委員会からお知らせします。今年の12月に全国的に活躍中のバイオリニスト松本蘭さんと、数々の賞を受賞してきたピアニスト坂井有沙さんをお招きしまして、松本蘭ウィンタークラシックコンサート in リバティを開催します。当日は松本さんが奏でる温かな弦の調べと坂井さんのピアノのハーモニーをお楽しみください。コンサートの詳細について説明します。日時は令和元年12月14日土曜日午後1時30分開場、午後2時開演。会場は嬉野市社会文化会館リバティ文化ホール。チケットは前売りが一般大学生1500円、高校生以下1000円。当日券は各500円増しとなります。なお未就学児は入場無料です。また前売り券が完売の場合は当日券の販売はありません。チケットは現在好評発売中です。詳しくは嬉野市社会文化会館リバティ、電話番号が0954-66-9320までお問い合わせください。皆様のご来場をお待ちしております。私たち人権擁護委員の活動の紹介をいたします。紹介者の国政と大島です。よろしくお願いいたします。嬉野市では8人の委員で活動をしています。さて、人権擁護委員は何をしているのとの質問をよく受けます。私たち人権擁護委員は主に3つの活動をしています。第一に人権相談に応じることです。嬉野市では基本的に毎月第2水曜日に特設の人権相談所を開設しています。嬉野町と塩田町で毎月ですが交互開催です。相談は無料で、もちろん秘密は厳守されます。第2に人権侵害による被害者を救済するための活動です。いじめ、虐待、DV など法務局の職員と協力して情報の収集、調査、処理にあたります。第3に人権啓発活動です。以下啓発活動の紹介をします。保育園や幼稚園を訪問します。大きなマスコットの人権守るくんと人権あゆみちゃんは人気者です。紙芝居の朗読活動は市内の学童教室で行っています。中学校での
人権教室です。地区の老人会を訪問して委員による講話です。人権擁護委員の研修も行っています。委員による男女参画の寸劇大いお茶も好評です。嬉野高校福祉系列の生徒さんによる障害者差別解消法を理解するための寸劇は分かりやすかったです。人権とは人間が人間らしく生きていく権利で、全ての人が生まれながらにして持っている権利です。人権は日本国憲法で全ての国民に保障されています。お互いに相手を思いやり、自分の人権も相手の人権も大切に守りながら、共に幸せに暮らせる社会を築いていきましょう。これで人権擁護員の活動紹介を終わります。ご理解とご協力よろしくお願いします。寒くなるこれからの季節は、インフルエンザやノロウイルスなどの感染症が流行する時期となります。冬の感染症から身を守るためには、何といってもまずは手洗いを念入りに行うことが大切です。ここからは実際に正しい手洗い方法を映像とともにお送りします。手洗いの方法についてです。まず腕時計や指輪を外し、手首までしっかり洗えるよう袖口を調整します。次に水で手を濡らし、手洗い石鹸をつけ、手のひらでしっかりと泡立て、手のひらをよくこすります。手の甲を交互にこすり、指の間をこすります。片方の手のひらに指先、爪を当ててよくこすります。反対側も同じように行います。親指の周りをねじるようにこすります。最後に手首を交互にこすり、水で十分に洗い流します。清潔なタオルで水分をしっかり拭き取りましょう。この方法で最低でも30秒以上かけて手洗いを行いましょう。私たちの手には見えない細菌やウイルスがたくさんついていますので、しっかり手を洗って冬の感染症を予防しましょう。12月の在宅当番医はご覧の通りです。続いて嬉野町です。12月の小児時間外診療はご覧の通りです。12月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今回の嬉野ホットステーション、いかがでしたか？次回もお楽しみに。